斉藤先生。お疲れ様です。はい。11万と言いたいところだけど、電源がつかないってことあるんですね。斉藤先生でも、マイナス3000円出す、マイナスこれ3万ですかこれ3万だよね。1、1、1、へこんなことがあるんですね。なるほどね。まあ、ということで、約8万8000の利益ということで。まあ、これはちょっと3万はでかいですね。さすがにね。まあまあ、いい経験なんじゃないですかね。でもね。 うんはい、まあ、あと、あやさんの方も進んでるようなんで、頑張ってほしいなと思います。うん。まあ、僕があの、アドバイスすることが特にないんですけど、まあまあ、まあ、ドリアカは情報発信の、あの、とこなので、まあ、こういうその、僕がこれ、すごくいい情報、これはね、 ぶっちゃけ言うと、利益としては3万円マイナスになりましたけど、情報のネタとしてはめちゃくちゃいいんですよ。なんで、<laughs> これを情報発信しているんだったら、この、あの、なんでこれでうまくいかなかったのかとか、なんでつかなかっなんで僕が仕入れようと思ったのかとか、これを仕入れようと思ったのかとか、その3万円をね、こマイナスするしてしまったこの情報に価値があるので、役に立つじゃないですか。うん、なんで、 あのただね、情報発信してない場合は、ただのマイナスでしかないので。だからね、ら僕はいつも思うのが、情報発信に関しては、あの不足のマイナスなことがあったとしても、うん、事件があったとしても、それをネタにいつも使えるので、結局プラスに転換できるっていう。ただこれ情報ビジネスやってないと、結局自分で留めるしかないじゃないですか。うん まあね、今、ブログの方、あやさんの方やってるんで、まあ、なんかカメラ転売の情報発信はしていないとは思うんですけど、うん、まあ今後そのバイトをね、あの、セブンイレブンがあそこがね、都市開発でなくなると思いますんで、まあ、ぶっちゃけカメラの経験の方が長いと思うんで、まあそっちの情報発信はしといて損はないとは思うんですけどね。リストを獲得して、しっかりとまあ、 ドリアカで教えてることをやはるっていう。ただ、あれもこれもアーダこコーダっていうのはできないと思うんで。で、多分、あやさんのブログの外注っていうのを選んだ理由も、まあ自分が発信するのがそんなにイメージが湧かない。うん、メディアを作って集客してマーケティングしていくっていうのがあんまりイメージ湧かないブログでっていうところだと思うんで、うん。まあそれやっていただければいいかなとは思いますけどね。うーん。 ただまあ、僕からすると、まあこのマイナスは、プラスにいくらでも情報発信してれば変えられるんで、やり方はいっぱいありますからね。うん。そう。なんか、カカメ、セブンイレブンっていつ頃でしたっけもうそろそろじゃなかったでしたっけね。はい。まあちょっとあの、フリーになったらまた、報告ください。フリーになりました、みたいな。はい。まあでもね、 コロナ、コロナもだいぶちょっと落ち着いてきた落ち着いてはないですかね。コロナ、コロナ、コロナ慣れしてきちゃったのかな。まあちょっとそんなに僕ニュース見てないんで一概には言えないですけど、昔ほどはね、そこまでその、ぐわーっていうのはないとは思うんですけど、うん。まあ来年あたりはちょっとね、セミナーとかまたなんかできればいいかなと思いますんでよろしくお願いします。はい。では、また報告お待ちしております。